物を長く愛用することはゴミを減らし地球を守ることにつながり、さらに思い出を残すこともできます。古い着物に新たな息吹を、白川市の洋服店のリメイク術に注目です。白川市にあるリメイク専門店、これ持ってきたよ、直してもらうんです。店主の末広恵子さん、服飾の専門学校を卒業後20年以上洋裁工場などに勤めていました。2019年に独立しこのお店を立ち上げた末広さん、実は昨日3時間ぐらい悩んでたんですよ。これこう置いてどうしようかなって、悩むのもそのはず、なぜならこの生地もともとは着物、しかもお客さんから預かった大切な一着です。本当に着物のままで着れたら一番いいのかもしれないですけど、着ないことの方がやっぱり一番もったいないかなって思います。末広さんの専門は着物のリメイク、ワンピースやスーツなどの洋服に生まれ変わらせます。始めたきっかけがありました。私これ作った時着物リメイクまで一回もやってなかったんですよ。5年前、末広さんの弟の結婚式で母が着られるようにとリメイクした一着。あの留め袖の柄ってこう続いてるんですよ。留め袖のがこういう風に続いてるんですけど、この柄を崩さずにフレアスカート作ったところがポイントですかね。この時生地に使ったのが亡くなった祖母の着物でした。おばあちゃんも一緒に式に連れて行けるねと評判は上々。祖母との思い出がよみがえり、自分の夢への思いが強くなりました。大好きな着物と大好きな洋裁と作ることと、あと人と話すことがすごく好きなんですね。私全部の好きなことを組み合わせたら仕事になるかもってすごく思ってたんですね。お店を構えて強く感じたことがあります。洋服にしてまで残したいっていう思いがここにはあるんだなっていうのをすごい感じていて、そういうお手伝いができるのはすごく嬉しいなって思いました。着物のリメイクはただの洋裁ではありません。人の思いを形で残す大切な仕事です。その着物自体もまた洋服として着ていただけるっていうのも喜びですし、そのお客様の思いも形にすることができるっていうのはすごく嬉しいことだなと思っていて、もうやめる気がないです思い出を未来につなぐため、今日も末広さんは洋服を作ります。